こんばんは。10月2日土曜日、ネコニュースの時間です。本日アシスタントに犬太郎くんをお連れしています。犬太郎くん、よろしくお願いします。よろしくお願いしますわ。緊急事態宣言が解除されたみたいですが、皆さん引き続き感染対策には心がけましょう。インフルエンザの時もみんなちゃんとマスクして歩いとったやろ。それと同じ、コロナじゃない風邪も控えようにね。リートのお約束。それでは一つ目のニュースです。またもや人間がセクハラに訴えられました。これは先週の映像です。一人の人間が嫌がる猫のお尻を触っています。この後通報を受けて駆けつけた警察に取り押さえられ、現在警察で取り調べを受けています。人間は、猫はみんなお尻が好きだと思った、だから喜んでいると思ったと供述しており、犯行を認めています。このようにどんな猫もお尻が好きと勘違いしている人間はまだ多く、セクハラの相談が後を絶ちません。もちろんお尻がいい猫もいますが、お尻が良くない猫もいます。いろいろな猫がいるんです。皆様もお家の人間が不意にお尻を触ってきた時、もしそれが嫌なら嫌とはっきり声を上げることが大事になってきます。今日のにゃんこです。てーれーれーれーらららら、どれれん、にゃん。石川県金沢市のとあるお城、ここで暮らしているのがこのまん丸お目目のかわいいエリザベスです。今からおよそ2年前、年末最後の日のペットショップで出会い、それから毎日あやちゃんと暮らしています。そんなエリザベスには一緒に暮らしているイケメンのジャックがいます。こちらがエリザベスと同居しているイケメンの猫、ジャックスパローです。二人ともノルウェージャンとあって相性抜群で仲が良く、毎日こうやってじゃれ合っています。そんなエリザベスには猫以外のもう一つの顔があります。そう、プロの匠なのです。天井の壁を大胆にもガリガリ外す姿は人間も目から鱗。もはや彼女に口出しすることは許されていません。完成した天井はきれいに木が剥がされていました。今日はどこの天井をガリガリしようかなと考えるエリザベスなのでした。以上、本日の猫ニュースでした。最近毎日チュールを食べていますが、なんだか味がちょっと変な時があります。リリコロナなんかな。でも病院に行くのは嫌なので誰にも言わないことにします。それではまた来週。